謎の少女クロサキーとかが登場。なんとリンタロウの目撃証言を手に入れたと言っている。目撃したのは廃墟ビル、なので廃墟ビル行ってからの病院というルートで捜査をする流れになったのだけれど、そこでイトカから二手に分かれて捜索をしようと提案される。リンカとコウサンペアは病院に、そして俺とイトカは廃墟ビルに。いやなんか怪しいんだよな。僕のこと忘れていない。あ、ごめん。できたら病院の方に連れて行ってもらった方が。僕、病院嫌い。廃墟ビルがいい、かも。でも廃墟ビルもそれなりに怖いかも。大丈夫だよ、僕、怖いの平気。でも。カナタ君もこんなに言ってることだし、僕たちの方に連れて行ってあげようよ。でも。ありがとう、レイナリお兄ちゃん。イトカちゃん、カナタ君のことお願いしてもいいかな？わかったよ。じゃあ、カナタ君は私たちと一緒に廃墟ビルに連れて行くね。コウさん、リンカさん、そっちは頼むよ。イトカ、カナタはいない方がいいって態度だな。いや、ちょっと待ってくれないか。なあ、イトカ、その情報はどこで手に入れた？昨日の深夜、報道部の同僚から連絡があったのよ。ちょうど私がこの部屋を出て、家に着いた頃だったと思うけど。報道部の同僚が？そうよ、リンタロウ君に関する新しい情報が入ったって電話があったの。コウさんめっちゃ怪しんでるやん。じゃあ、リンタロウがその廃墟ビルで目撃されたという証拠はあるのか？今回の目撃情報は、私の同僚の聞き込みで得られたものなの。だから、情報の信憑性は低いかもしれないけど。ねえ、コウさんさっきからどうしたの？何か気になるところでもあるの？いや、その情報が本当に正しい情報なのか少し気になるだけだ。なるほどね。コウさんが怪しんでるにもかかわらず結局二手に分かれて偵察することに。だがやっぱり何か引っかかる。コウさんリンカペアは病院に行く前にイトカが勤めているというテレビ局に探りを入れに行くことにした。そうしてテレビ局に到着。壁には着ぐるみ症のポスターや俺たちの指名手配書が貼られていた。うわ、とうとうリンカも指名手配犯かよ。リンタロウ以外も手伝って。いやでもレイナリは機体の偽装を手伝ったからな。怖いこと言わないで。今こっちに歩いてきている女性、報道部の人じゃない？その女性の社員証を見ると、確かに報道部と書かれていた。本当だ。あの人にイトカちゃんのことを聞いてみましょう。俺たちはその女性に近づき、話しかけた。突然話しかけて、すみません。報道部の方ですよね？突然、何なんですか？その女性は突然話しかけてきた俺たちを見て、不審な顔をしていた。いや、その、すみません。今日僕たちここで友達と待ち合わせをしていて、報道部で働いている黒崎イトカっていう人を待っているんです。でもなかなか来なくて、同じ報道部の方なら何か知っているかなって思って声をかけたんです。黒崎イトカ？私が知っている限り、そんな人報道部にはいないわよ。いないよ、だろ。ますます怪しくなってきたぞ。それは本当なんですか？ここ数年働いてるけどそんな名前の人見たことないわね。黒崎イトカがテレビ局で働いていない？どういうことなんだ？そんなはずないんです。確かにここで働いてるはずなんです。そんなに慌ててどうしたの？すると、リンカはカバンを漁り始めて一枚の写真を取り出した。この人です、ご存知ないですか？やっぱり、見たことないわね。他のテレビ局と間違っているんじゃない？確かに中央テレビって言ってたぞ。そんなはずは、確かに、ここで働いてると言ってたんです。リンカ少し落ち着け。ちょっと、あなたたち一体何なんですか？そんなに、この人のことを調べているなんて。もしかして、リンカ珍しく取り乱してるな。まずい、怪しまれている。すみません。教えてくれて、ありがとうございます。久しぶりの再会で気持ちが焦っているみたいで。ほら、行くぞ。俺たちは、急いでその場から離れた。なんと黒崎イトカがテレビ局で働いているというのは嘘だったのだ。動揺するリンカ、信じられないというリンカ、そしてその時。警備員さん、こっちです。いました、あそこの二人組です。どこですか？完全に不審者扱いされとる。警備員だと？もしかして、さっきの行動が怪しまれて警備員を呼んだのか？リンカ。早くここを出るぞ。俺とリンカは出口に向かって歩き出した。おい、そこの二人止まりなさい。俺たちの後ろから警備員の声がする。コウさんリンカペアはなんとか警備から逃げ、テレビ局の中まで入ってきてしまった。隙間が空いてる部屋があるぞ。警備員はまだ追ってきている。あそこに隠れましょう。わかった。俺とリンカはとっさに目の前の部屋に隠れた。中は薄暗く、様々な小道具が置かれている。俺たちは近くにあった棚に身を潜めた。すると、廊下の方から警備員の声が聞こえてきた。あれ、ここにはいないな。こっちに逃げたと思ったんだが、まだ近くにいるはずだ。警備を強化しろ。じゃあ、俺は向こうを見てくる。相変わらず警備員無能。そう言うと、警備員は俺たちのいる部屋を通り過ぎてどこかに行ってしまった。なんとかやり過ごしたか。そうみたいね。でも、ここからどうやって脱出するんだ。多分、ロビーや出口も警戒されているはずだ。どうした何か見つけたのか。これを見て。すると、そこには着ぐるみが置いてあった。着ぐるみ？これがどうかしたのか。ねえ、コウ君。着ぐるみ、まさか。そう、皆さんが想像している通り、二人は着ぐるみを着てテレビ局から脱出したのであった。そうして無事車に戻ってきたコウさんリンカペア、イトカと行動しているレイナリが危険な状態なのではと考える。イトカに電話をしてみるが出る気配はない。コウさんたちは急いでレイナリたちが向かった廃墟ビルに向かうことにした。俺たちはすでに廃墟ビルに入っていた。ビルの中は物音一つ聞こえず不気味な静けさが漂う。うわ、昼なのに中は暗いね。僕、少し怖い。大丈夫、お姉ちゃんがそばにいるから。ほらレイナリ君、男の子なんだから前を歩いて。男女関係あります？あれあれー、レイナリ君もしかして、怖いの？
て。そんなことあるわけないだろ。で、全然怖くなんてないし。本当かな？本当だよ。ほら俺についてきて。めっちゃ煽られてんね。そうして探索を続けたが特に変わった様子もなく、その時またいとかが提案してきた。じゃあこうしましょう。私とかなたくんは上の階を見てみるわ。レイナリくんは、この階の部屋をもう少し調べてみて。え？俺一人で？また分担しようとしてるのか。こんなに薄暗い場所で女の子一人で探させるの？レイナリくん男らしくないな。え、レイナリお兄ちゃんは男らしくないの？どうして？ね、レイナリくんは。わかったよ。いとかさん、もうかなたくんに余計なこと教えないで。あはは、じゃあ調べ終わったら車で待ち合わせしましょ。わかった。そう言うと、いとかさんとかなたくんは階段の方に進んでいった。よし、俺も探そう。二人がいなくなり、自分一人になった廊下はとても静かでますます不気味だ。本当にこんなところにリン太郎がいるのか？俺は恐る恐るその廊下奥へと進んだ。すると一番近いところにある扉が少し開いていることに気づいた。うん、あれは、あれは、しかも、その扉の隙間から何かはみ出している。なんだろう、俺はゆっくりとその扉に近づいた。近くで見ると、それは紫色の布みたいなものだとわかった。しかも、その布は部屋の中に続いている。そして、俺はゆっくりとその扉を開いた。これは、そこでやっと、その布の全体像を把握できた。紫色の布の正体は、パーカーだった。俺はそのパーカーに見覚えがあった。この派手な宇宙柄。リン太郎のパーカーだ。うん、これは、そこにはパーカーの他にも見慣れたものが落ちていた。ピアス、ヘアバンド、そして T シャツ。それらを見ていると、狼ゲームでのリン太郎が鮮明に思い出される。間違いない。リン太郎はここにいたんだ。出せネタじゃなかったのか。そこには、他にも飲みかけのペットボトルやおにぎりの袋も落ちていた。どうやらここを隠れ家として使っていたらしい。いや、もしかしたら現在も使っているかもしれない。とうとう、リン太郎に会えるかも。そう思うと、緊張と不安が込み上げてきた。その緊張と不安の理由は自分でもはっきりとわかっていた。それは、狼ゲームの最後。俺はリン太郎に復讐をやめるように説得した。しかし、リン太郎は俺の発言に激怒し俺に発砲してきた。そして、美咲さんがそれをかばってピンでしまった。美咲さんを大事そうに抱きかかえるリン太郎のあの表情。実はそのことが、ずっと心に残っていたのだ。いざ、リン太郎に会った時、どんな声をかければいいんだろう。そう思った時だった。うわ、なんだ、隣の部屋から物音が聞こえた。誰か、いるのか。全身に緊張が走り、冷や汗が吹き出す。もしかして、リン太郎？俺は、その部屋を出て廊下に戻った。そして、隣の部屋の前に立った。俺は呼吸を静かにして、扉に耳を傾ける。いとかか？いやいとかは上の階に。やっぱり、この部屋の中から物音が聞こえる。絶対この部屋に、誰かいるんだ。俺は恐る恐る、扉に向かって語りかけた。リン太郎、そこにいるの？レイナリだよ。大丈夫、リン太郎を助けに来たんだ。俺は少し大きな声で語りかけた。リン太郎なのか？しかし何の返答もない。どうして何も返事をしないんだ。もしかして、この部屋にいるのはリン太郎じゃないのかな。それじゃあ、一体。俺は恐る恐るその扉のドアノブに手をかけた。心臓の音が激しくなるのを感じる。開けるよ。俺はドアノブをゆっくり回し、扉を開いた。おい大丈夫なのかよ。もしかしたらイトカが仕掛けたわなってことも。あれ、誰もいない。でも、確かにこの部屋から物音が聞こえたような。その時だった。なんこ、なんだよ猫かよ、ドキドキして損したぞ。罠とかじゃなくてよかったじゃないか。俺は猫とお別れをし、車に戻ろうとしたその時だった。お兄ちゃん、助けてー。かなた。この声は、かなたくん。どうして？かなたくんの身に何か起きたのか。まさか、警察？ということは、いとかさんも。嘘？今は考えている暇なんてない。早くかなたくんを探しに行こう。俺は、かなたくんといとかさんが向かった方に走り出した。少し進むと、目の前に階段が見えた。あの時、いとかさんはどこに行くって言ってたっけ？上の階かな？それとも下の階かな？嘘？思い出せない。どっちを先に探そう。なんで思い出せねえんだよ。上の階に行くって言ってたじゃねえか。そうだ上だ。とりあえず上の階から調べてみよう。もし誰かがかなたくんを連れ去ったとしたら、どこかに隠れている可能性もあるよな。ここはあまり慌てずに、慎重に先に進もう。かなた。無事でいてくれ。俺は階段を登った。階段を登っていると再び、かなたくんの叫び声が聞こえてきた。お兄ちゃん、助けてー。この声は、きっとこの上からだ。俺は焦る気持ちを抑えつつ慎重に階段を登った。階段を登るとそこにはまた廊下が続いていた。この階から聞こえてきたような。俺は小さな声でかなたくんの名前を呼んだ。かなたくーん。お兄ちゃん、僕はここだよ。すると、廊下の奥からかなたくんの声が聞こえる。よかった、助けられる。やっぱりこの階のどこかにいる。一体どこだ？あの扉の前に何か落ちてる。ただのゴミじゃないの？いいから早く。これは、かなたくんがつけていた、リン太郎のバッジ。ということは、俺は、そっとその部屋の扉を開けた。すると、目の前にはロープで手を縛られたかなたくんの姿があった。かなたくん。お兄ちゃん。俺は急いでかなたくんの手を縛っているロープをほどいた。大丈夫だった？どこか怪我してない？うん。よかった。あれ、いとかさんは一緒じゃないの？いとかお姉ちゃんは。うん。お兄ちゃん。後ろ。俺が振り返ろうとした瞬間、体に熱痛が走った。レイナリが。お兄ちゃーん。よかった、生きてる。あまりの激痛に思わず床に倒れ込んでしまった。一体誰が。俺は、なんとか自分にスタンガンを当てた相手を確認しようとした。しかし、視界がぼやけてはっきりと見えない。俺は、意識が薄れる中相手に語りかけた。どうして、こんな、ことを。
かすれる声で俺は尋ねた。糸かなんだろ。しかし、相手は何も話さなかった。いや、正確に言えば話せなかったのだろう。え、泣いてる？突然、その人は泣き出した。どうして、泣いてるの？どうして？お姉ちゃんを返して。糸かは誰かの妹。お姉ちゃん、返して。もしかして、君は、凛太郎？凛太郎、なの？最後の力を振り絞って質問した直後、俺は意識を失ってしまった。凛太郎はもうそんな乱暴なこと絶対にしないはずだ。続くかよ。糸川狼ゲームの参加者かっこ女の妹なのか。